おはようございます。おはようございます。サオリンコさん、メイさん、ウタちゃん、おはようございます。リビングバイブルさん、おはようございます。背景が真っ白そうですね。今日はですね、雪が降った後の朝、雪の降った朝の綺麗な雪景色を皆さんにお見せしたいと思います。猫さん、アリエルさん、クマさん、はい、それでは早速、雪景色ですね、いかがでしょうか。雪景色ね、まあ、じっくりあっち日が当たってるとこは綺麗ですね。日が当たってるとこは綺麗です。こういう感じですね。ここもすごいですよね。このどうですか皆さんね、はい、こんなに積もったんですね。そうですね、はい、おはようございます。真っ白真っ白、はい、おはようございます。ことわさん、それからハッピーさん、サザンボさん、サツキニャンさん、みかんさん、メルさん、おはようございます。葵さん、おはようございます。ライトニングさん、バイクで来たんですか。いや、バイク凍ってダメでした。バイクはですね、皆さん雪をもっと身近で雪を見たことがない人いるかいないかな、ね、もう本当に綺麗ですよ。本当にこう、美しいですね。皆さんこう雪の景色を見てもらいたいですが、こういうなんか六角形が見えるようなそういう感じですよね。こっちの方がいいかな。この何でしょうかね、雪が本当に積もってる六角形が見えそうな感じの、ね、こう雪がこうあのトゲトゲしく出てるというのはね、はい、なんか子供の、子供になった気持ちでなんか楽しいですよね。はい、サオリンコさん、うちのお父さんが癌の手術で、入院してたけどうまくいって元気になって戻ってきました。よかったですね。ラプタンさん、おはようございます。ライトニングさん、この綺麗な、雪景色も神様の芸術ですね。その通りですね。この美しい、雪景色、これは神様の芸術です。まあよくあの花をね、梅の花とか桜の花をこういうふうにあの放送することがあるんですけど、今日はあの雪をお見せしています。朝っぽい景色ありがとう。白銀の世界、雪って一個一個形が違って全部違うんですよね。そうなんですよ。雪の結晶っていうのは皆さん六角形って知ってると思うんですが、六角形でもいろんな種類があるんだそうですね。この雪の結晶がですね、結晶見えるかな、結晶見える、目がいい人だったら結晶が見えるかもしれませんが、結晶が はい、それではですね、メッセージしたいと思います。メッセージですね、
ちょっと少し場所を変えてもう少しお見せしましょうかね。ここも似たようなものですけれど、まあ、足は私の足はこんな感じですね。はい、太陽が当たるともっと綺麗かもしれませんね。太陽が当たると綺麗かもしれません。あ、向こうの方は綺麗ですね。向こうの方は太陽が当たってます。こっちは民家ですね。民家、救急車、救急車が、救急車が転んでですね、かわいそうに転んで骨折したので救急車の音がします。どうしても雪の日はですね、救急車が多いんです。白滝さん、おはようございます。ラプタスさん、決勝も神様が作った秩序ですね。そうですね、雪印っていう会社が昔ありましたけど、雪印っていうのは まさに六角形ですよね。ハッピーさん、ふわふわの雪は綺麗です。溶けたベチャベチャの雪は嫌です。そうですね、 音聞こえますか。雪の音聞こえますか。この雪の音いいでしょ。なんかキュッ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 というね、聞こえます。あ、ほんとキュッキュッキュッっていう音ですね。キューちゃんだからキュッキュッキュッとね、雪がキューキューって言ってくれてますね。あ、聞こえますか。はい。で、ここでちょっとあまり雪景色見えないんですけど、はい、それではですね、メッセージいきます。聖書にですね、私たちは火のように、赤い罪を、雪のように白くなる、私たちの、罪がですね、まあ赤い、罪が赤いっていうのはちょっと分かりづらいですけど、罪が、まあ何でしょうかね、どういう意味だかちょっと分かりませんが、罪がですね、イエス様によって白くなる、罪が清められて白くなる、それが私たちの信仰です。私たちの信仰は罪が許される、罪が清くなるという信仰です。そしてですね、皆さん、天国では白い服を着ます。なぜ白い服を着るかというと、イエス様によって罪が許されて、私たちの罪が許されて、で、私たちは天国では白い服を着るんですね。白い長服を着ます。イエス様も白い長服を着ています。それは私たちの罪が、全くなくなって、全く、その、こうもっと見える方がいいのかな、罪が見える、罪が全く雪のように白くなる、それがですね、それがイエス様の血によって、十字架の血によって、私たちの心が雪のように白くなる、
それが信仰です。ですから皆さん、私たちは、罪から離れ、罪から離れ、清く生きる必要があります。清さ、清さ、それは罪が全くない、罪が全くない、悪が全くない、嘘が全くない、嘘は全くないという意味なんです。ですから皆さん、こういう雪景色の意味は、雪はどこから来ますか？雪はですね、空から来るんですね。そしてそのある意味では雪はイエス様を表すかもしれません。イエス様によって、白くされる。イエス様によって、この地面が白くされる。それはイエス様によって罪が清められる。人々の罪がですね、イエス様の白さによって覆われる。イエス様の白さによって覆われる。つまり雪というのは、まあイエス様を表すと言ってもいいかもしれません。雪をかぶることによって、雪が積もることによって世界が、清くなる。世界が清くなる。すべてが白くなる。すべてが白くなる。それは、イエス様の清さ、イエス様の清さを表していると思います。ですから、雪景色を見るとすごく、こう喜べるのは、まあ、子供は喜ぶと思います。大人はあまり喜ばないかもしれませんが、子供はうわー綺麗だーって素直に、子供の方が素直なんですね。子供の方が素直で、雪景色を見るとですね、子供ははしゃぐんです。私も小さい時ですね、雪が降ったらすぐになんかソリかなんかを作って、ソリで、こう滑った覚えがありますけど、子供は、純粋ですから、雪が降ると大喜びですね。イスラエルも雪は降りますか？最近ですね、最近イスラエルも雪が降ったらしいですね。イスラエルの雪はやはり珍しいみたいです。珍しいみたいですね。はい。それでですね、はい。そして、イエス様はですね、全く罪のないお方、全く罪のないお方、全く嘘のないお方、まあ、イエス様は、その傷のない子羊のようなんですね。子羊っていうのは、まあ、真っ白なんですね。子羊というのは綺麗な真っ白な、ものです。イエス様はそういう罪のないお方、罪のないお方なんですね。キンポさん、僕は悲しみが雪のように降り積もっていましたが、イエス様がそれを溶かしてくれました。そうですか。キンポさんの悲しみ、キンポさんの悲しみがイエス様によってこう覆われた、悲しみが白いイエス様の愛によって覆われている。愛はすべての罪を覆う。愛はすべての罪を覆うとあります。皆さん、この世の悲しみ、この世の苦しみがイエス様の愛によって包まれています。雪景色というのはこの世の汚れ、この世の痛み、この世の苦しみがイエス様の愛によって、覆われている。
イエス様の愛によって覆われている。イエス様の愛は、イエス様の愛は、全てを覆います。皆さんの罪を覆います。イエス・キリストを信じるというのは、イエス様の真っ白な服を着るようなものです。イエス様の、イエス様を着る私たちは、イエス様の白い服を着ることによって私たちの罪が許されます。雪だるまを作るのは偶像崇拝でしょうか。いやいや、雪だるま作っていいですよ。雪だるま作ってもいいですよ。サオニコさん、ふわふわして雲みたいで天国に来たみたいに見えました。そうですね、ある意味では雪景色は天国です。雪景色は天国です。雪景色は天国のようだと言ってもいいでしょう。何か雪は太陽が当たると、皆さんこれ滑るかな、ちょっと危ないかな、なんか太陽があるとキラ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 光ってませんか。なんかキラ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 光ってますよね。なんか朝日が出ましたよ皆さん、朝日が出ました、朝日が出ました。この朝日が雪に朝日が当たるとキラ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 綺麗ですよね皆さん。太陽の光、太陽の光をですね反射するって本当に綺麗です。本当に私たちはイエス様の光を反射する。ことわさん、ちょっと宝石のことですよね、ちょっと考えます。ちょっとね、私まだよくわからない部分があるのでもうちょっと時間くださいね。キラキラ見えた、本当カメラ越しでも分かった、素晴らしい。ね、もう本当に太陽がの光がね、太陽の光が照るというのは綺麗ですね。はい、好物ね、ごめんなさい、ことわさん好物ね、はい。そしてですね、雪景色は天国のようです。天国はこのように罪のないところ、悪のないところ、もう雪景色はですね全く、完璧な、全く罪のない天国を表すと思います。ですから雪景色を見てワクワクするのは、天国の喜び、天国の素晴らしさを表しているのではないかと思われます。皆さん、雪景色を見てですね、天国だと思ってくださいね。天国のような美しさがあるということですね。天国のような美しさがある、
雪景色には天国のような美しさが、天国のような美しさがあるということですね。はい、それからですね、まだ話があります。どういう話かというとですね、皆さん、白い色というのはですね、色じゃないんですね。まあ、色は色なんですけど、白というのはですね、皆さん、例えばですね、鏡の色っていうのは、白とは言えないでしょ。鏡の色は白とは言えないですよね。白というのはですね、鏡のような反射の乱反射なんです。何を言いたいかというと、要するに白という色は、たくさんの鏡によってできているということですね。つまり、それはすべての色を反射しているということですね。ということはね、白い色というのは、白い色という色ではなくて、ちょっと電波が、ちょっと ごめんなさい、電池がなくなってきましたね。よし、電池がなくなってきた。白い色というのは、白い色ではなくて、すべての色があるということですね。すべての色がある。だから、白は、まあ、原則的には白い色じゃなくて、すべての色と言えるでしょう。そのすべての色がですね、きれいに反射すれば鏡のようになります。しかし、乱反射して、乱反射するのが白です。それが白い色ですね。黒は逆にですね、黒い色っていうのは結局は全ての色を反射しない、全ての色が反射しないから黒いんです。白と黒のっていうのはそういう色なんですね。黒もですね、黒という色がない、黒という色がなくて、全ての光を、全ての色が反射しない。全ての色が反射しない。それが黒なんですね。ですから、時刻というとこは、もう暗黒です。暗黒。暗黒の世界。それは、全く光を反射しない。全く光を反射しない世界。まあ、それが、時刻というとこです。金国は光の世界で、ものすごい光を放っている世界、もうこの地上よりもはるかに、強い光の世界です。強い光でも眩しくないんだそうです。天国の光はもっともっと明るいですけど、明るすぎて眩しいっていうことがないんです。そういう不思議な世界が天国です。サオニコさん、光の三原則を合わせて白。神様から全く断絶されて、神様の光が一切ない、とこなのか、地獄。そうです。神様に完全に、まあ、神様に完全にですね、断絶していて。地獄は本当に、真っ黒なところ。もう、全く光のない世界。全く光のない世界。まあ、それが、地獄なんですね。それが地獄です。ライトニングさん、光がまるで真っ白な眉のようです。そうですね。
雪がですね、眉のようですね、眉のようです。光が当たるとまた別な美しさがありますよね。かわいそうにまた救急車が鳴っています。彼らが、癒されますように、彼らが癒されますように。それじゃあ明石タイム行きましょう。琴葉さん、神様がお作りになられたこの地球には何一つとして意味のないものはお作りになられていないと信じます。そうですね、神が作られたものに全て意味があります。神様が作られた、青い空ですね。青い空、神様が作られたもので、意味のないものはありません。それでは明石タイム。イエス様を信じて、イエス様を信じて、真っ黒な心が、白くなってきた証し。イエス様を信じて、真っ黒な、心だったけど、だんだん白くなってきた証し。だんだん、だんだん白くなってきた証し。スタート。イエス様を信じて、自分の心が、だんだん白くなってきた証し。イヌさん、ゴミには意味がありますか？意味があります。ゴミになってはいけない。神の目から見てゴミになってはいけない。役に立つものになんなさい。役に立つになるものになんなさい。ゴミは燃やされます。ゴミは燃やされます。地獄で燃やされないようになりなさい。地獄で燃やされないようになりなさいという意味ですね。はい、ソーニクさん、今日は、1月7日は七草粥を食べる日みたいですが、中国の占いの、一日の節句に期限があるそうなので、食べない方が良さそうですね。そうですか。まあ、それも医師の、何でしょうかね。占いということで食べない方がいいでしょうね。金峰さん、澄み切った青い空、白い雪のような、綺麗な心になりたいです。アメン。澄み切った青い空、白い雪のような綺麗な心になりたい。まさに本当にそうですよね。そうですよね。琴葉さん、イエス様を知れば知るほど心から真理を知り、心が清くなれている気がします。まだまだ勉強不足ですが、救われたのは事実です。アメン、アメン。ガマミさん、おはようございます。はい、それでは、ですね、ラスト、ファイナルメッセージいきましょう。ファイナルメッセージ、イエス様は白いお方です。イエス様は全く罪がなく、全くその
嘘がないお方、完全なお方、完全にピュアですね。そして雪はその白さと、白さと何でしょうかね、美しさを表しています。まあ、雪はイエス様を表していると言ったら、いいと思います。この神様が雪景色を与えるのは、イエス様が空から来て私たちを覆ってくれる、イエス様の愛が、イエス様の愛が、この人間の人類の罪を覆ってくれる、私たちの心の汚れを覆ってくれる、イエス様が私たちの汚い心を、このね、太陽が当たるでしょ、と雪が溶けますよね。だからこう落ちるんですね、太陽が当たると今まで落ちなかったのに、だんだん溶けてきて、ね、光が当たって暖かくなって溶けて落ちるんですね。もう少し経ったら雪が全くなくなるんじゃないでしょうか。雪が溶けてね、みんなこの、雪のない枝になるのではないかと思います。ですから私たちはチャンスでしたね。雪が落ちる前に、雪を見れてよかったです。としちゃん、アトピーが治りました。としちゃん、アトピーが治りました。よかったですね。そうですね、厚岡さん、ロマンティックでですね、声が生まれないように気をつけなきゃいけませんね。雪景色はロマンティックです。でもそのロマンティックを声にしてはいけません。そのロマンティックを、その天国を思う気持ち、天国を思う気持ちにしなければなりません。アリエルさん、今日は挨拶ぐらいしかコメント読まれない、ごめんなさいね。アリエルさんのコメント読んでない、ごめんなさいね。アリエルさん、イエス様を信じ雪を見て私の心も真っ白になりたいと思いました。アメン。キポーさん、光の国から僕らのために来てくれたイエス様、大いなる愛を感じます。大いなる愛を感じます。そうです、姉さん、雪景色を見て、イエス様の大いなる愛を感じてください。イエス様の大いなる愛を感じてください。雪景色を見て、イエス様の愛を感じましょう。イエス様の愛を感じましょう。だんだん雪が、枝から落ちていますね。だんだん雪が枝から落ちます。空はだんだん青くなってきましたね。太陽が当たると空は青くなるんですね。ソニックさん、ボイスカートの人とか、渋谷さんは今日散歩に来てるかな。ボイスカートの方はね、滋賀にスキーに行きました。ボイスカートの子供たちを連れてですね、滋賀に行っています。ことわさん、イエス様を知れば知るほど心から真理を知り、こう読みましたね。イエス様を知れば知るほど真理を知ることができる。心が清くなるんですね。はい、招きをしましょう。
今日の放送を聞いて、ああ雪ってすごい綺麗なんだ、雪は本当に綺麗だ、イエス様が、イエス様が私たちの汚れを覆ってくれる、イエス様の愛が、イエス様の愛が、イエス様の愛が私たちを覆ってくれる、私の心をイエス様の愛で覆ってほしい。私の心の汚れをイエス様の愛で覆ってほしい。イエス様の愛で清めてほしい。イエス様の愛で清めてほしい。そう思う方はアメンと言ってください。イエス様の愛で覆ってほしい人。イエス様の愛で覆ってほしい人。アメン。アメン。アメン。イエス様を信じて。イエス様を信じるということは、私たちの罪を、イエス様の愛で覆ってもらうということですね。罪を覆ってもらう。それがイエス様を信じるということですね。イエス様を信じないということは、黒いままでいいんだ。心が汚れたままでいいんだということです。しかし、汚れた心は、汚いんですね。汚れた心は汚い。その汚い心を、覆ってもらう必要があるんです。言葉さん、イエス様も、あ、これも読みましたね。ごめんなさい。新しいコメント。犬さん、黒いのは嫌です。でも信じられません。信じなければ黒いまんまです。信じなければ黒いまんまです。天のお父様、多くの人は、自分の心が汚いことは知っています。しかし、どうすればいいかを知りません。汚い心は嫌だけど、イエス様を信じたくないと犬さんが言ってますけど、しかし、どうして心がきれいになることを拒むのでしょうか。私たちは喜んでイエス様を信じて清くなりたいと子供のように素直に思うべきではないでしょうか。多くの人はいろんな理由をつけてイエス様を拒みます。しかしその心の奥底には、神様に対する敵対心があります。その敵対心を悔い改めて、素直に子供のように、私の罪を許してください。私を清めてくださいと思うべきです。どうぞアメンと言った方々の罪が許されて、心が清くなりますように。心が清くなりますように。雪のように白くなりますように。私たちの心が、私たちの魂が、私たちのすべてが雪のように白くなりますように。イエス様、私たちを清めてください。雪がきれいなら、許された心の美しさはどんなでしょうか。この凍った、水が凍った雪がきれいなら、イエス様によって、イエス様の愛で覆われた罪のない心は、どれほど綺麗でしょうか。私たちはその清さを求めます。アーメンと言った方々が救われますように。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン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 。はい、ありがとうございました。今日はとても綺麗な放送ができました。また夜7時にお会いしましょう。それでは、良い一日を、雪景色を楽しむ一日を送ってください。シャローム、シャローム、シャローム。私が帰り滑らないように祈ってください。シャローム、シャローム。